こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では、股関節の痛みに関する神経っていうのを3つ挙げていこうと思います。今日上げる神経が全てではないんですが、結構ね、股関節の痛みに関して大きな役割を担っていると思っています。まずは後ろ側から行きましょう。まず最初に見ていくのがこの神経です。これ、座骨神経ですね。 坐骨神経、めちゃくちゃ大きいです。もうサイズ的に言ったら、こう人間の抹消神経の中で一番太いんじゃないかと思います。こう見るだけでめっちゃ太いですよね。この筋肉の剣ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい太いです、えー。この神経っていうのは主にハムストリングスですね。後ろ側を支配しています。そりゃそうですね。この神経後ろ側にあるんだから、神経支配も後ろ側ですね。 で、ここの筋肉が締め付けられる可能性があるのが、今日はね、三つお話ししていこうと思います。一箇所目が、この部分。ここの上にね、筋肉がありますよね。これを理上筋と言います。理上筋。この座骨神経っていうのは、理上筋の下側から顔を出しているんですね。わかりますかここです。ということは、 理状筋が硬くなると座骨神経を締め付けてしまう可能性っていうのがありますよね。そうなんですよ。そういうの,の結構多いんですよね。股関節の筋肉の硬さから座骨神経が締め付けられるんです。で、もう一箇所がですね、さっきあの理状筋の下から出るって言ったじゃないですか。それ以外にもこの辺には筋肉がありまして、今度座骨神経はこの筋肉の後ろを走るんですよ。うん、そうそう。筋肉と神経が隣り合っているんですね。 そして、それに追加して、今見えてないですが、こっち側で見ると、大殿筋っていうのはこの上をカバーしてるわけですね。ということは、大殿筋と他の筋肉に締め付けられて痛みになるっていう可能性もあります。1個目はね、理上筋でしたね。で、2個目がこのすぐ下の筋肉たちですよ。で、3箇所目、ここからさらに下に行くと、この筋肉の奥を通っていきます。この筋肉たち、これですね、これをハムストリングスって言います。 ハムストリングですね。ダゴ神経がこのハムの奥を通っていきます。だから、この3箇所ですよね。理状筋のすぐ下、そして他の筋肉のこの後ろ側を走っている。そこからさらに下に行くと、ハムストリングスの奥を走っているわけです。つまり、筋肉と隣接してるっていうことは、その周りの筋肉が硬くなれば、ね、神経に対して締め付けの箇所がこう増えると、締め付けられる可能性っていうのが高くなるわけですね。 で、もう一個ちょっとね、豆知識的な感じで言うと、理情筋の下を出るってさっき言いましたよね。これね、人によったら、理情筋の筋肉を貫通するように出てくる人もいるんですよ。筋肉を貫通するように出てくる。これの何が問題かというと、貫通するっていうことは筋肉を直で貫いてるわけですね。ということは、筋肉の柔軟性がもっと大事になってきます。 筋肉が硬くなると、ここを直接圧迫してしまうので、より、えー、座骨神経に対して負担がかかる。つまり、痛みとか痺れになりやすいんです。これね、全員が全員ではないですよ。まあ、世の中の何割かの人は、梨状筋を貫通するように座骨神経が走っています。もしそういう人がいたら、梨状筋の柔軟性が非常に大事になると思ってください。それでですね、座骨神経は筋肉にも関わってくるし、 股関節の関節自体も支配しているんですよ。関節ね、筋肉だけじゃなくて関節からの情報も引っ張ってくるんですよ。ということは股関節の痛みにもね、直で関連してくるわなっていうことなので、えー、筋肉的な観点で見るとしても関節的な観点で見るからにしてもめちゃくちゃ大事なんです。これが座骨神経ね、後ろ側です。次は前側行きましょう。前側で注目したいのが この神経です。この神経を大腿神経と言います。大腿神経ね。これ座骨神経とは違って前側から来ています。これと、えー、関連してくる筋肉っていうのが、この二つですね。こっちの方、内側の方を大腰筋と言います。大腰筋。こっちの外側の方を腸骨筋と言います。 まあ、この二つを合わせてね、腸腰筋って言ったりしますね。この腸腰筋の間を大体神経が走っているわけです。じゃあ、もし仮にね、大腰筋が使われすぎました。腸骨筋が使われすぎました。硬くなりました。もしくは、この二つの筋肉が使われなさすぎて硬くなりました。その間を大体、えー、神経が走っています。どうなるか。締め付けられる可能性っていうのがあるわけですね。いいですか大腰筋と腸骨筋の間。 そしてもう一箇所がですね、こ、こ,この部分、わかりますか素形部っていう、まあ、股関節の前側ですよね。この素形部っていうのは非常に浅いんですよ。例えば、皮膚を切開して、えー、皮下脂肪を切開すると、もうすぐね、神経とか筋肉が見えてくるぐらい浅い箇所なんですよ。ということは、ここっていうのは圧迫とか締め付けが起こりやすい。でもここ何があるか大替神経があります。圧迫、締め付けからの痛みとかしびれになりえます。 ちなみに、この大腿神経っていうのは、太ももの前側の筋肉とか感覚支配を司ってます。例えば、大腿四頭筋とかね。まあ、この皮膚、前側の皮膚のね、感覚を拾ってますし、座骨神経と同じように、大腿神経っていうのは関節からの感覚も拾ってきてるんですよ。だから股関節ね。股関節の前側からの感覚を拾ってきているんです。あらあら。じゃあ、ここが締め付けなり、圧迫なり、こう、引き伸ばされると、関節からの痛みっていうのも引っ張ってくるわけ。 ですね。これも非常に大事です。前側の神経、大腿神経ね。じゃあ次。これもなんか前側からの図なんですが、次注目したいのは、ここの神経です。これを閉鎖神経と言います。閉鎖神経ね。これ内側を通ってきています。この神経は骨盤の非常に深いとこから、 この骨盤の穴を通ってくるんですよ。ここわかりますかねここの穴を貫通してきています。この穴を閉鎖口と言います。閉鎖口ね。ま、あ骨盤の穴を通ると思ってください。そして骨に非常に近いんです。骨に非常に近いということは、この辺に負担がかかれば神経も圧迫される可能性っていうのは強いわけです。特に骨っていうのは筋肉より 硬いじゃないですか。筋肉より強いじゃないですか。ということは、神経も直で圧迫される可能性があります。例えば、大体神経の例で言うと、大腰筋と腸骨筋の間を通っています。これ、筋肉にサンドイッチされている感じですよね。筋肉って多少柔軟性があるので、まあ、圧迫されたとしても、その柔軟性によって、その衝撃っていうのは吸収されやすいですよね。だけど、骨っていうのは、 そんなにこう、弾力性があるものではないので、このあたり、閉鎖口のこのあたりに圧迫がかかる、もしくは牽引がかかると、ここで神経が骨に対して圧迫される可能性がありますよね。直で硬いところに圧迫されるわけです。じゃあ、もっとこう、痛みとかしびれになりやすいっていう箇所なんですね。 実際にこの神経にマニピュレーションをしようと。そして、えー、触診をこの辺しますよと。そうするときっていうのは、結構ね、あの、ビリってしたり、なんか嫌だなっていう感覚を覚える方が多いです。この閉鎖神経、めっちゃ大事です。ちなみに閉鎖神経っていうのは、内転筋群たちを支配してます。内転筋ね、足の内側にあるやつです。 これね、実はね、膝の方まで伸びていってるんで、膝でも大事なんですが、今日のテーマは股関節なので、股関節に、えー、集中、焦点を当てるとすると、閉鎖神経っていうのは股関節の内側の関節の支配もしているんですね。これ大事ですよね。 だから、股関節の周りを走ってる神経っていうのは、基本的にね、基本的に関節の支配もしていると思っていただいて大丈夫です。基本的にね、もし、あの、例外はあるんですよ。例外はありきなんだけど、まあ、こういった神経たちが、えー、関節からの感覚っていうのを拾ってきています。で、今日お話した座骨神経、大腿神経、閉鎖神経が、まあ、 こう損傷しやすい原因筋肉とか骨以外で、えー、損傷しやすい原因っていうのが、まあ、まず、引っ張られるような力が加わった。もしくは、こう、圧迫されるような力が加わった時ですね。例えば、階段降りてて、もう一段あると思ったのに、踏み外して、 ガーンっていう力が下から上にかかってるような感じ。すると、まあね、股関節周り、骨盤周りに強い力が加わるので、そこでね、なんかこう、筋肉と絡んじゃって圧迫されたとか、骨と絡んで圧迫されちゃったって、こういろんな要因あるじゃないですか。だけど、こういった強い力で引っ張られる、もしくは圧迫されることによって、神経にもダメージがいって、結果的に痛みとかしびれになるケースがあります。 もちろんね、関連する筋肉が硬くなって神経が圧迫されることもあるし、そういった怪我の影響でね、神経に負担がいくこともあります。今日の復習を軽くしていきましょう。この後ろ側にあるのが座骨神経。梨状筋とこの細かい筋肉とハムの周りで、えー、締め付けが起こりやすいと。 で、人によったら、理状筋のね、えー、筋肉を貫通して走りを、えー、走るような人もいます。主に支配しているのは、ハムストリングスで、股関節の後ろ側もね、支配しています。大体神経、前側です。関係あるのが、大腰筋と腸骨筋。そして、鼠径部でも圧迫が起こりやすい。これ、主に大体、大腿四頭筋とかね、支配しています。最後が、閉鎖神経。閉鎖神経は、閉鎖口っていう穴を通っています。 ということは骨に対して直接圧迫される可能性がありますね。この神経は股関節の内側、そして内転筋を支配しています。こういった股関節の神経っていうのは過度な圧迫とか、過度なこう、ストレッチ、伸ばされる力が加わることによって損傷しやすいです。そして僕はですね、こういった投稿を YouTube だけではなく、Instagram でも行っていますので、YouTube のチャンネル登録はもちろん、インスタでもフォローをよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。